はい、速稼塾の久保です。今回はね、学校における性犯罪とそれから真面目にやってらっしゃる方もいるんだよってことなんですけども、やっぱりね、この性犯罪の事件が起きてくると多くの方が意識するのが真面目な先生もね、大半いるのになってことなんですよ。これはね、やっぱり花屋龍馬さんが訴えかけるまでもなくね、多くの方はご存知だと思います。みんなが性犯罪やってると思わないんですよね。でもやっぱりね、その真面目にやってる先生方がなぜね、その横に並んでるそういった不埒な教員を見過ごしてしまったのかってことも被害者感情としてはすごい憤りだと思うんですよね。で、真面目な方であればあるほどそういった問題に力強く切り込んでいけないんでしょうね。やっぱりこの不良教師といいますかね、ちょっと型破りなどっかの熱血感ほど、自分の立場とかね、金繰り捨てていけると思うんですよ。昔ね、こち亀っていう漫画でちょっとね、私の好きなシーンがあったんですけども、なんですかね、まあ主人公の涼さんっていうのは警官なんていつでも辞めてやるってスタンスなんですよね。まあでも一応部長に怒られたらクビになるの怖いみたいな、そんなちょっとコミカルなところがあるんですけども、その涼さんがね、どうしても許せないやつがいたんですよ。それはなんかそのハムスターを殺したなんかやつらがいたんですよね。 若者の集団が、そういった残虐なやつらが。でそいつを見つけて、もうね、法律とかなんとか関係ねえとか言ってぶん殴りに行くとかなんですよ。で同僚の女性警官が、涼さんそんなことしたら今度あなたが告訴されるよって言われたら、だったら警官なんてやめてやるとか言ってね、警察手帳と銃とそれから手錠をね、もう叩きつけるわけなんですよ。それでその悪ガキたちをねぶん殴りに行って、まあちょっと懲らしめるっていうシーンなんですけども、私そのシーン好きでね、結局その教師というその就職先を失うことを恐れて教育っていうね、本当に大切なことをできないんだったら何なんだろうなと思うんですよ。これは昨今の自民党を中心とする政治家さんもそうなんですけども、保身することに一生懸命でね、本当にやらなければいけないことっていうのが二の次になっているんではないかなと私は思うんですよね。だからそういう人はその職場に関係なく排除されるべきだと私は思うんですよ。浄化作用というか新陳代謝というかね。で私は飲食店というかスーパーに勤務していたことがあるんですけども、いや、スーパーの中にも不正は結構あるんですよ。例えば日付をごまかして出すとかね、廃棄になるものをなんか加工し直して出すとかっていうのがあるわけですよ。でそれは今ではとても許されないんですけども、成長期のまだね、零細企業には結構あったんですよ。だから詳しくはね、スーパーの女っていう昔の映画を見ていただければ、本当にその通りです。あの時代はほとんどのスーパーがあれをやってました。今では許されませんけどね、廃棄同然のものを混ぜこぜにしてお客様に食わせるところで、結果的にはね、お客さんが物を食べるその最終最悪なものは死なんですよ。死んでしまうんですよ。よく命を預かる職場ってありますけども、飲食店は全て命を扱ってるわけなんですよね。でそう考えたら、自分の立場ではなくお客さんの利益とか お客さんの損害に対して敏感にならなければならないのがスタッフの役割なんですけども、ついついね、そんなこと言ったらクビになっちゃうからみたいな感じで、自分の保身のために、お客様にね、最も愛すべきお客様に負担をかけてるって現状があるんじゃないかなと思うんですよ。さあそれで、私が教師だったらどうするかってことなんですけども、私はね、いつでも教師になってもいつでも教師を辞める覚悟でやろうかと思いますよね。でそれがあまりにも早すぎて、私はね、実はね、大学に行ってる時に教員課程取ってたんですよ、先生になろうと思って。その時の動機っていうのはね、本当にね、こんなこと言って申し訳ないんですけども、私の場合は商業科の大学だったんで、卒業するとね、地元の商業高校の先生になるわけですよ。で福山商業かどっかだと思いますけども、そうなったらなんか女の子ばっかりなんですね、そこはね。だから そこでね、先生としてちょっとね、あ、なんか若い子と恋愛できるかもしれないなみたいなね、そのスタンスっての今でも変わってないみたいなね。だから私は就職するとしたら25歳ぐらいで多分教壇に立ってたと思いますから、生徒さんはね17、18でしょ。だから今の年の差よりはだいぶなんか年の差がないんですよ、実は。だからそう考えるとちょっと妙な気がしますけども、私はね、教員を目指す動機の半分以上が当時ね、生徒さんと恋愛がしたいっていうね、そんなことだったんで、とてもね、学校の先生の性犯罪に対してあれこれ言えない立場なんですけども、今ね、当時とは違って今48になって家族を持つ立場になってみたら、やっぱりね、昔のことはもう全然もう勘違いだったなと。今の私の倫理観とか正義観とかね、家族観というもので、男女というものを見るようになったし、まあ私はとにかくね、まあ、奥さん一筋になってしまったんで、
他の女性を恋愛対象とかね、もう性癖の対象とか見れなくなったわけなんですよ。不思議ですけどね、こんなこと。私自分にこんな心境の変化が訪れるなんて分からなかったんですけどね。まあそういう前提を通してですね、私が教員だったらっていう話になってくるんですよ。昔の気持ちのまま今教員になりたいかどうかって言われたらちょっと答えがゴニョゴニョになってたんですけども、今の私の気持ちで教師になるとしたら、いつでも教師なんて辞める覚悟で生徒たちにぶつかっていくかなと思いますよね。特に私はね、まあ昭和世代といいますか、それをいつも言い訳にするわけではないんですけども、私の見てきた先生っていうのは本当にね、生徒の目線に立ってくれたのかなと思います。だから結構ね、学校は嫌いだけど先生は好きでしたね。先生とは馬が合わなかったけど、なんか気が合いましたね。妙な言い方ですけども、私のね、中学の時っていうのは中学朝礼してるじゃないですか。で、そこの卒業生とかがバイクで朝礼にバン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 って来るような、そんな日々でしたよ。それで生徒がうううううってやってね、乗って悪乗りしてね、で私は後ろの方でカップラーメンを食べてたんで、こうやってあと朝礼に出なかったりもしたんですけどね。で、朝礼でバタンって倒れる女の子が必ずいたんですよ。出なきゃいいのにと思ってましたけどね、なんだあれはみたいなね、まあそんなことがあったりなかったりね、まあ、あとね、朝礼で校長先生がこう壇の上に立って喋るじゃないですか。でその前に朝礼でザワザワしてる時に、そのなんですかね、台の上に乗っていってからね、わーってやったらね目立つのが好きだったかなと思うんですよね。まあいろいろと怒られたりとか、あと部室でなんか賭け麻雀をして、まあ叱られたり、叱られたっていうかね、なんか中学生なのにね定額になったみたいな、そんなこともありましたね。部室で賭け麻雀で麻雀牌もね取り上げられましたよ。で野球部は当然出場停止ということでね、一回も勝ったことがないチームなのに公式戦で出場停止というね、誰も言いたくないね。まあ痛い人いたかもしれないですけどね、当時の皆さんすいませんでした。学校の不名誉に私がね散々泥を塗りましたね。ということでね、私が先生になったらやっぱ生徒には生徒の目線でぶつかっていきたいかなと思いますし、そのためにね、例えばね、保護者が殴り込んでこようがどうしようがね、なんか文句あるんかって話ですね。こっちも剣幕でね、もう何、先生は下手に出て逃げないと思うなよみたいな、俺いつでもクビになっていいんだよみたいなね、そんな不良教師になったと思いますね。でもやっぱりそういう風なね、型破りな先生っていうのがいないと結局は睨みが効かないんですよ。例えて言うとね、すごく例え悪いですけども、今ね、まあ、いわゆるね、暴力団とかヤクザってものすごくやりにくくなってきて、結局ね、登録されてる暴力団の数ってこのね十数年で10分の1ぐらいになってるんですよ。今ね、全国で1万数千人ぐらいじゃないですかね。というのが、どんな末端な組員が何かことを起こしても本部が捜査されるんですよ。使用者責任って言って、本当にね、暴力団の壊滅のスピードって速くなってるんですけども、その結果何が起きたかっていうと、暴力団の地域での睨みが効かなくなったから、すごくね、違法が増えてるんですよ。本当に薬物なんてのはバンバン回り始めたし、それから売春も全然管理できなくなってきて、ひどいモラルの、ね、崩壊が起きてるっていうのがこの日本なんですよ。で、なんでね、私が暴力団をこうやって肯定するようなことを言うかっていうと、暴力団が睨みを効かせることによってね、ヤクザが睨みを効かせることによって、地域で勝手になんか薬物の販売してたら、お前うちの島で何やっとんじゃんみたいな感じで、もうすぐにね、そう取り締まられるわけですよ。でそういうこともありますし、例えば海外のマフィアが入ってきても、日本の暴力団が幅を利かしてたら、海外のマフィアがねやりにくいんですよ。ものすごく管理売春とか、それこそ違法移民とか、ね、やりにくいんですよ。でも日本の暴力団ヤクザが今ね、すっごくねやり込められていて、勢力をすごく弱めて、お金もなくなってるわけですよ。そうなったら海外の、そういったマフィアがね、ものすごいやりたい放題やって、拉致も進むしね、ひどいことになってるんですよ。でひどい話でしょ、これも。でもこれ懲役太郎さんの話で、ね、聞いたんですけども ね、そういうことにしといてくださいね。 でそれでですよ、学校の中でそういった番長がいないとかね、不良教師がいないってことによって、みんながね、見て見ぬふりをするようになったんですよ。はっきり言ってね、私の時代はいじめありましたけど、いじめがあったんだけど、誰が解決したかっていうと番長なんですよ。番長がお前せこいことやってんじゃねえよ、俺の目の前でなんでこれいじめるんだよみたいな感じで、ね、俺がいじめたらみたいな感じで、その要するに番長が一番悪くって、でその不良教師と、まあ、ある意味ね、警察とヤクザみたいにつるんでたわけですよ、裏と表とかでね。で生徒の不正をやっぱり番長ってのはね、本気で話すわけですよ。生徒にもこうやってやられてる生徒がいるのに、なんでお前ら教師はいつも黙ってんだよみたいな感じで乗り込んでいくわけですから。で俺はいつ退学になってもいいんだよみたいな感じでね、こんな学校こっちからやめてやらっていう生徒と、わしも教師なんでいつでもやめてやるぞみたいなね、そんな先生とかガチでぶつかり合ってるのが、私の昭和の、私から見た
中学校とか高校の姿でしたね。いやそういうのに憧れて今でもそういう気持ちはなくしたくないなと思ってるんですけどね。多分ね昭和40年代生まれの方で私の今のこの話を聞いてね、いやそれ分かるわ俺もそうだったとか、ね、私もそういうとこ見てきたみたいな人いると思うんですよ。だからねいじめはあったけどもものすごくごく短期で終わるんですよね。いじめが発覚したらまず番長は許さねえと、俺の見てるところでそんなせこいことすんなと、俺の学校のね学校の看板背負ってる俺のお前不名誉になるだろうがみたいなね。なぜかね番長が学校の看板を背負ってくれるというね。で番長って言葉もなんかバンバン出ますけどもちょっと恥ずかしいですね今の番長って言葉。私の中学高校の時も番長制度はもうなくなってたんですよ。で暴走族をやる人もだいぶ減り始めた時だったですね。ちょっと暴走族やってるのが恥ずかしいみたいな風潮が始まったりとか、その番長って言われるのが半分ねなんかねバカにしたような感じでね言われてたんですよね。だからね私はね番長っていう風にちょっとだけであだ名をつけられたりね、ろくでなしブルースって言われた時期もあってちょっとね嬉しいなと思ったけど、あれは完全にバカにされていたんだなというのがね今分かったわけなんですよね。まあいろいろとお話ししましたけども本当にね懐かしいなと思いますね。私が先生だったら型破りの先生、暴力教師になっていたと思います。間違いなく暴力教師になっていたと思います。でその暴力は番長にだけ振り向けて、あとはねやっぱりこの硬派の先生っていうのかな、なんていうのかな、色仕掛けで来る生徒には、まあ、屈せずにね、で脅してくる保護者にも負けずにね、自分なりの正義を任教道を貫き通したんだと思います。ということで任教学園っていう映画があるみたいなんで、私もまだ見てないんですけどもね、これ私見てみたいなと思いましたね。ここにね出てくる人たちもまた個性的らしいんですよ。任教学園ちょっとアマゾンで探してみます。いってらっしゃい。